は料理の腕を発揮してやろうかと。あ、ちくま、お腹すいた。提督、作戦を実施してください。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第二作戦海域作戦用拡張作戦、最終作戦海域作戦要項です。航空巡洋艦トネ、出撃するぞ。その缶もらった。40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。っと40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。っと開始します。無駄だね。ご連想炭素魚雷いっちゃって。アウトレンジまだ決めます。艦隊追撃戦に移行します。行きます。随方の航空隊が活躍したの？やったー！軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。その缶もらった。さあやるわよ。攻撃隊発艦。我が輩がいる以上当然の勝利じゃ。ちくまのやつより少しお姉さんなのだからな。こんな私でも提督のお役に立てて。その缶もらった。数は少なくても精鋭だから。直撃だと。この程度では我が輩は沈まぬ。反抗法って何気にわびさびよね。対抗法って何気にわびさびよね。敵は右舷だ、しっかり狙え。これくらいの傷なんてことはない。第一第二手法戦車始めます。狙って。私には誰も追いつけないよ。やりますか。砲雷撃戦開始します。撃ちます。当たって。この時のためにカタパルトを整備したのじゃ。前期突撃。みんな優秀な子たちですから
良い作戦指揮でした。こんな艦隊ならまた一緒に出撃したいものです。他の皆さんの努力の結果です。皆さんを我が輩がいる以上当然の勝利じゃ。ちくまのやつより少しお姉さんなのだからな。これが従来相関の実力。その缶もらった。さあ、やるわよ。攻撃隊、発艦。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。強速。次は直撃させる。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。撃ちます。ボーラルできた。開始します。無駄だね。5連装酸素魚雷いっちゃって。狙って。提督、私やりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。これが従来相関の実力。その艦もらった。なくても精鋭だから。沈む。パワー見たいってば。我が輩がいる以上当然の勝利じゃ。
ちくまのやつより少しお姉さんなのだからな。こんな私でも提督のお役に立てて。艦隊が無事帰投したようじゃな。うむ、ありがたいぞ。補給助かります。感謝いたします。まあお風呂もいいよね。ねえおいち。うん、やられちゃった。我が輩もちと疲れたぞ。しばらく寝る。悪いが休ませてもらうぞ。休養も戦いだ。伝送包丁も修理してあげなきゃ。雪風、いつでも出撃できます。はーい、行く、行くぞ。さあ出撃よ。異号線荒野潜ります。艦隊が帰投したね。戦果はどうかな。野戦には補給が必要だよね。絶対大丈夫。早く野戦。工作艦明石参ります。行きます。了解。ベールネ出撃する。